のお話は、授業中にうんこを漏らしてしまった新藤寺。このままだとみんなにバレてうんこまん呼ばわりされてしまう。そこで葵と一緒に学校中に隠したうんこを集めることに。果たして新藤寺はみんなにバレずに全部のうんこを集めることができるのか。この動画が面白そうと思った人はチャンネル登録と高評価をしてね。それでは本編スタート。よし、お前ら、今日はテストの対策の授業だ。はーい、テストしたくないけど。まず、この式だな。この式は展開すると、こんな感じになる。わかるか？全然わかりません、先生。しんちゃん、なんでわかんないの？これ、この前習ったとこじゃん。そんな展開って言われてもわかんないんだけど。じゃあ、葵、この問題はわかるか？なんで？だって葵ちゃん分かるって言ったじゃん。はい、答えなよ。術式展開シューン。よし、ここは青だけの空間になったから授業を受けなくてもよくなったはずだ。ふざけんな、領域展開してんじゃねえよ。おい、じゃあ新藤寺もここ分かるか。じゃあ、はい、分かります。よし、やってみろ。行くぞ。早くやれよ。早くやれよ。よし、領域展開、雲隠れ。二人ともテスト大丈夫か？何のテストだよ、わかんねえよ。まあいい、じゃあ次進めていくぞ。はーい。あ、やばい、葵ちゃん。ん？やばい。何？やばいかも。何が？まずい。何？語彙力が？さっき頑張ってボケようと思ってさ、うん、なんかネタひねり出そうと思ってたらさ、うん、ネタが出なくてさ、うん、代わりにうんこが出ちゃった。どうしよう。先生、あ、バカ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 。いや、なんもなんもないです。なんも、先生、なんもないです。大丈夫です。なんか匂う気がするが。匂う？ああ、いや、先生、しんちゃんが。いやいや、いいって、あ、じゃあいいっていいって。な、何？いや、大丈夫、大丈夫、大丈夫、先生、授業してください。大丈夫か？大丈夫、大丈夫です。わかんないことがあるわけじゃないの？はい。よし、言わないでよ、恥ずかしいじゃん。いや、うんこ漏らした人は恥ずかしいに決まってるじゃん。いや、違うんだよ、実はさ、俺だって授業中にうんことかしたくないよ。するなよ。いや、実はね、ちょ、事情があるの、これには、事情が。いや、事情がどうとかじゃなくて、うんこ漏らすな。いや、ほんとに、葵ちゃん、聞いて聞いて聞いて。ね、やだ、聞きたくない。聞いて。聞きたくない。あのさ、術式展開。うるさいって聞いてよ。分かった、ね、何？お願い。分かった。実はね、朝ね、やばいやばいやばい、遅刻しちゃう、遅刻しちゃう、やばい、今日も遅刻したら先生に怒られちゃうよ。あ、やばいやばい、トイレの前まで来ちゃった。間違えた間違えた。あれ、何これ、なんか落ちてるんだけど、なんか飲み物かな。お、あ、でもちょうどよかった。ちょうど喉乾いてたしな。遅刻しそうで走ってきたからな。よし、飲もうっと、飲んじゃえ。ふう、美味しかった。あれあれ、なんかお腹が痛くなってきた気がする。やばいやばいやばい、ちょ、トイレ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 、やばいやばい、漏れる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 。え、めっちゃお腹痛くなったんだけど、なんで？変なの飲んじゃったのかな。てな感じでさ、変な飲み物飲んだら、それからうんこが止まんなくなったの、一日中。なるほど、そういうことだったのか。なになに、なるほどってどういうこと、どういうこと、どういうこと。いや、実はその隣のクラスの子から便秘を解消する薬を作ってほしいって言われてさ、なんか失敗作ができちゃって、うんちが止まらなくなる薬になっちゃったんだよ。で、それがなぜかおこげんから消えてて、しんちゃんのところにあったのか。道理でないわけだ。なるほどなるほど。なるほどなるほどじゃねえよ。待って待って、今の話。え、今の話さ、これ葵ちゃんが作ったってこと？まあ、そういうことになるね。そういうことになるね、じゃねえよ。おいおいおい、お前お前、あのさ、一旦葵ちゃんさ、ちょっとさ、
授業抜けれない、こっちちょっとこっち来てよ、お願い。え、何のために。いや、ちょ、お願いがあるんだよ、お願いが、本当にお願いがあるんだよ、ここじゃちょっと言いづらいから。いや、でも先生見てるよ。やばい、大丈夫か先生、なんかそこの文字小さくて読めないんで、ちゃんと書いてください、もっと大きく全部。ああ、ごめん、ちょっと書き直すからな。オッケー、よいしょ、オッケー、よいしょ、お願い、こっち来て、いいから、よし、こっち来て。ねえ、しんちゃん、怒られちゃうってば。その朝からうんこ止まんなくてさ、ほら移動教室とかもあったじゃん。で、そのトイレに行く機会がない時に、うんち。ちょっと待って、トイレに行く機会がない時なんてないだろ。いや違うんだよ、間に合わなそうな時ね。ま、うん。その時普通にうんこしちゃったんだよ、いろんなところで。いや今のやつだけじゃないってこと？そう、あの全部で4個うんこしちゃってて。それをね、至るところに隠したの。ああ、じゃあ掃除でもしに行けば。じゃあ違う、怒られたくないから戻る。いや、ふざけんな、おい。お前のせいだ、おばけ、やっぱ、青ちゃんのせいでこうなったんだから責任取ってよ。違うよ、青の薬を勝手に誰かが持ち出したのが悪いでしょ。いや、青ちゃんの管理不足だね。ねえ、お願い、付き合って、もうあれ、俺のうんこってバレちゃうかもしれないからさ。バレないだろ。ねえ、お願い、早く、ちょっとついてきて、こっち。ねえ、しんちゃん、勘弁してよ。なんで幼馴染のうんこ探しに行かないといけないの？ね、待って、幼馴染だから付き合ってよ。いや、全然嫌なんだけど、どうしたらいい？どうしたら、どうしたらさ、付き合わなくてよくなる？いや、回収しないとダメ。ダメ。ねえ、しんちゃん、あのさ、こんなこと言いたくないけどさ、うん、バレないと思う。いや、バレる。いや、独特な香りがするから、俺のうんち。いや、これしんちゃんのうんこだってなるわけねえだろ。なるから、お願いだって、もうつべこべ言わずついてきてよ、うんこ回収に。最悪だよ、なんでだよ、なんで死にるぜ。ちょ今授業中だから、ちょっとそんな大胆に動かないで。なんでてめえの尻拭いじゃなくて尻から出たものを回収しないといけないって勘弁してくれよ。尻拭きして頑張って。尻は自分で拭いてくれもん。何？え？誰？誰ですか？私はね、新しく校長先生になったんだ。校長先生？こんな人赴任してきたっけ？こんなレゴブロックみたいな顔の。金歯だし。レゴブロック？ナイスな歯でしょ？怖いんだけど。いや、あの、僕たちは…っていうか…いや、何もしてないですよ。はい。授業中だよね。授業中？まあ授業中ですね。そうですね。で、君たちは授業は何を受けてるんだい、今日は。今は数学ですね。はい、数学ですね。数学でなんで廊下にいるんだろう。しんちゃんがお腹痛いって言うんで、保健室に連れて行こうかなって思って。はい、そうです。あ、じゃあ、君一人で行けばいいんじゃない？保健員なんです、青。ああ、なるほどね。あ、まあ、心配だから私もついて行こうかな。いや、大丈夫です、先生。全然大丈夫です、校長先生。大事な生徒だからね。よし、行こう、保健室に。ほら。あいちゃん、逃げよう。すいません、失礼します。なんで逃げるの？待ちなさい。こっち、やばい。待ちなさい。こっち来て、下、一番下。もう君たち待ちなさい。やばい、来て。こっち、青いちゃんこっちだって。あれ、あ、こっちか。青いちゃんこっち。あ、やばい、どこ行った？あれ、あ、どこ行った？君、あ、武田さん。こっち。あ、急げ。待ちなさい、君たち。やばい、怖すぎる。やばい、こっち逃げて、よし、おい、隠れて、よし、OKOKOK、 大丈夫、ここなら大丈夫なはず。見つからん。え、うん、危ない。あの子たちはどこに行ったんだ。おい、あれ、今いた気がしたけどな。やばい。ほら、あの赤髪と青髪の子どこ行ったんだ。やばい。いないなぁ。外かな。オッケー。よし。いや、無理あるって。
あ、めっちゃ見つかってたと思うけど。あぶねえ、もう何やってんだ、おいちゃん。職員室入っちゃうし。やばいんだけど。あ、でもここらへん、ここらへん、おいちゃん。ここらへんにうんこ隠したの。どこ？ね、確かね、こっち見てて、多分こっち側に隠したはずだから、見てて。うん。いくよ、ほい。ほい。なんか出たよ。よし。出た？あ、そう、ここに隠したの、うんこ。え？こんな地下があるってこと？そう。行こう行こう。落ちうんこ隠した。あっちあっち、あの奥にうんこ隠してる。なんでだよ、なんで。うお、何これ。ここだよ、ここ。この奥にうんこ一個隠してるからさ、ちょっとついてきてよ。あ、オッケー。じゃあ頑張れ。なんで一緒に手伝ってって。なんでだよ、お前の糞だろうが。確かに俺の糞だけど。お前の糞なんだから。ね、協力してって、幼馴染でしょ。ねえ、なんで学校にこんなところがあるの。やばい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 、暑い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 。暑い、早く行って。やめて、炎上しちゃうって。おい、暑い。もう野球。なんでこんな面倒くさいとこに隠すんだよ。だってうんこだってバレたらやばいじゃん。最悪も。やばいでしょ、うんこバレたら。いや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 、もう誰のうんことかわかんねえだろ。よし、いや俺の独特の匂いでわかっちゃうんだって、それが。なんでお前、自分のうんこから自分の匂いすんで、おかしいだろ。だとしたら臭すぎだよ。やばい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 。よしよし、いいよいいよ、葵ちゃん、いい調子いい調子。あ、キョ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 、危ない危ない。なんで青がこうな。違う、葵ちゃんが開発した薬飲んだんだから、それ責任取るの当たり前でしょ。青はあれを誰に飲ませるつもりもなかったのに。いや、ダメだって。だから管理不足ってさっき言ったじゃん。誰かが持ってったのが悪いんだろ。よし、オッケー、次はここだ。あ、ここも難しそうだね。なにこれ。これはね、アスレチックだよ。なんでこんなとこに隠したの。いやいや、それはセキュリティ貼っとかないけないでしょ、うんこ守るために。うんこ守りすぎだって。やばいやばいやばい。よしよし、葵ちゃん、こっち。慎重にね、慎重にうんこ回収するんだよ。ねえ、もう燃やしたらいいんじゃないの。いや、ダメだって。ちゃんと回収、ちゃんとした適切なところに捨てないと、うんこは。いや、もういいだろ、マグマの捨てとけば。なんで捨てなかったんだよ。ダメだって、変なガスとか出たらどうすんの。あー、もう最悪だよ。おい、あー、頭打ちだ、ここ。くそー、最悪も。マジかよ。ほい、よし、いいよ。お、ナイス、うまい。あ、待って、やばい、間違えた、落ちちゃった。あー、もう自分で取りに行けなかったら意味ないじゃん。こっちのセリフだよ。こっちのセリフだよ。ほら、早く回収して。よし、行くぞ行くぞ。ほい、よし、行けそう。ほい、オッケー。やっと来たよ。ふー、よし、オッケー、やったー。やったー、じゃるん、早く回収して、教室戻るぞ。もう分かった分かった。よし、オッケー、これで4個、2つ目、これであと3つだね。だって全部で4個って言ったじゃん。まあ今も合わせたら全部で5個なんだけど、隠してるのはあと3つ。最悪だよ。あおいちゃん、次はね、あの家庭科室に隠してるの。あー、家庭科室。うん、家庭科室行こう。家庭科室ってどこだっけ。確かね、3階か4階だった気がする、上の方。ねえ、いろんなところに隠しすぎだよ。もう、なんで便器に流さなかったの。あの子たち、あ、見つけた。やばいやばいやばい、おいちゃん、待ちなさい、早く。やばい、変な校長先生が来た。あ、こっち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 、なんか臭いな。なんか臭いぞ、君たち。大丈夫か。ほら、やっぱ体から、ほら、病が。ちょっと大丈夫か。病。どっちだっけ。ほら、病気なんじゃないのか。あ、じゃ先生、病気じゃない、病気じゃない。どこに行くんだ、君たち。こっちこっちこっち。ほら、保健室に行こう、私と。やばいやばい。ほら、待ちなさい。すーちゃん、早く、どこだよ。あ、ここじゃなか。私は運動も好きだからね、一緒に走るか。ほら。やばい、怖い、あの先生。ねえ、あの先生、なんか青が言うのもなんだけど、声が独特だな。どこだっけ、どこだっけ。ほら、運動するならグラウンドに行くのがいいぞ。いや、グラウンドは行かないです。保健室探してるんだよ、青たち。そうそうそう。あ、保健室か。保健室は確か1階だった。あれ、いなくなっちゃった。あ、倒れちゃった。家庭科室知らない。家庭科室ここだ。よしよし、危ねえ危ねえ危ねえ。待って、誰かいる。誰かいる。あ、大丈夫大丈夫大丈夫、葵ちゃん、あれ仲間だから大丈夫。
はい、仲間仲間、葵ちゃん仲間こいつ仲間だから、実はさ、誰、セキュリティが必要だからさ、うん、鍵を頼んだの。鍵、そう、鍵、ここ見て、ここにね、あるの、うんこ隠してる場所が、ここ、あ、はいはいはい、秘密の場所なんでこんなとこにある。で、ここにうんこ隠したんだけど、うん、この人に鍵を俺が預けてるの。はい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 。けど、絶対に俺以外でも渡しちゃダメって言っちゃったの。え、じゃあもらえないじゃん。そう、もらえないの。でも条件があるの、条件があって、うん、ハンバーガーを5個作ったら鍵がもらえるようにしたの。ハンバーガー？そう、ハンバーガーをこの人に5個渡したら、うん、秘密の鍵がもらえるようになってんの。じゃあハンバーガー買ってきてよ。いや、ないよそんなの、ハンバーガー買いになんて今から行けるわけないじゃん。授業中なんだし。お前授業中にうんこ探してんだから、ハンバーガー買いに行ったって問題ないだろ。まあまあ安心して、葵ちゃん、ちゃんとね、そういうこともあろうかと、こいつを、このね、ハンバーガーがあるってこと。ハンバーガーレシピを用意しておきました。なんか臭いな。え、待って、葵ちゃん待て、まずいって今出たら校長先生いるんだから、ちょっと出ない。なんかさ、臭い。それうんこ持ってるからね。ねえ、臭いよ。帰ろっかな。仕方ないじゃん。じゃあ葵ちゃん、はい、これハンバーガーレシピ。葵ちゃんの方が料理ほら上手なんだし。ハンバーガーの作り方、バンズ、パティ、キャベツ、トマト、玉ねぎ。まずバンズを作ります。ひき肉を焼いてパティを作る、だって。材料は確かね、俺ここら辺に隠しておいたはず。多分ここだ。あ、ここだね。ここに材料があるから、まあハンバーガーを作るって感じです。じゃあひき肉を焼けばいいんじゃないの、これ。じゃあ作業分担しよう、作業分担。あ、じゃあしんちゃんはキャベツを切る、うん、じゃあキャベツを切りますね。いけ。え、なにそれ、美味しそう。ひき肉だよこれ、ただの。あ、すごいすごい、ビーフパティできてきてるよ。待って、じゃあ俺は、あ、包丁ここにあるわ。じゃあキャベツを、じゃあ切ります、いきます、ほい、オッケー。ね、しんちゃん手洗った？いや、洗ってない。うんこ触ったのに。うん、まあ大丈夫だって、それなりの菌がついた方が人間いいんだって。なんだその話。どういう理論だよそれ。パン生地はどうやって焼くのこれ。いや、わかんない。小麦でいいんじゃない。小麦でパン作ればいいんじゃない。オッケー、パン作ったよ。パンにキャベツと玉ねぎとトマトを挟んで完成って書いてるよ。玉ねぎとトマト。え、パティちょうだい、パティ。パティパティパティ。よし。で、こうかな？パン、ビーフ、キャベツ、トマト、玉ねぎ。オッケー！できた！じゃあ、これをちょっと渡そう。はい、よし、ナイス、葵ちゃん。協力プレイだね。やっぱ幼馴染だね。なんでだよ。渡しまーす。ハンバーガー。オッケー！鍵ゲッチュ！ゲッチュゲッチュ！できたわ。ねえ、青、眠たくなってきちゃったから明日でもいい？いや、ダメだよ。授業が終わる前に終わらせないと。みんなほら、だってさ、授業終わったらこの後下校だよ。ってことはうんこが見つかり始めちゃうよ。なんで見つかるんだよ。うんこ探さねえだろ。よし、じゃあ秘密の鍵入れます。おい、オッケー、あった、うんこ。オッケー、これで3つだ。よし、あと2つだ。じゃあ葵ちゃん、次はね、パソコン室だ。パソコン室。あ、パソコン室。行こう行こう、大丈夫。あ、待って、やばい、いるいるいる、ちょ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 、あ、なんかいい匂いがした。やばいって。ハンバーガーの匂いはしたんだけど。お、いや、これハンバーガーですね、先生。あ、実はですね、はい、これ、はい、これ。あー、ビーフパティ、いいね、いい出来だね、君。うん、でも君、数学の授業中だよね。いや、実はまだこれキャベツもあるんですよ。キャベツもあって。え、キャベツ。いや、実はこれ、ね、その素材でハンバーガーがこう作れるんですよ。ここで。あ、ハンバーガーは作れる。うんうん、そういいね。だから、ハンバーガーちょっと作ってください。じゃあ、バイバーイ。調理実習か。よし、行く。ねー、これ君、数学。あれ、こいつ、あ、上だ。待ちなさい、君たち。早く、しんちゃん。多分上だって。ここ、違う、ここじゃない。もっと上だ、もっと上来てる。あ、待ちなさい、君たち。ほら、数学をしなさい、数学を。あった、パソコンルーム、ここだ、パソコンルーム。お、パソコンルーム。何の用があるんだね、君。あれ、君たち。あら、おいちゃん、ここかな。どこ行ったんだ、あの子たちは。おいちゃん、どこ。よしよし、一旦隠れ。にしても臭いな。一旦隠れよ。オッケー、どうだ、どこ行った。オッケーいないよし、オッケー。あぶねえ。オッケー、もう場所覚えといてよ、ちゃんと。いや、ごめんごめん、あんま行かないからさ、パソコン室なんてさ。
確かここ、ここだよ。ここにね、セキュリティでロックしてるんだよ、うんこ。ねえ、隠す時間あったんだったらさ、トイレに流せよ。ごめんごめん。じゃあちょっとセキュリティさ、返すの手伝って。行くよ。うん。せーの、ポチ。よし、オッケー、入れた、パソコンの中に。何これ。あ、これパソコンの中。え、パソコンの中に入れるわけねえじゃん。何言ってんだおめえ。いや、パソコンの中にうんこ隠したの。え、で、これパソコンのセキュリティなんだけど、この先にうんこあるの。うん、じゃあ頑張って、青待ってるね。いや、ダメだよ、青ちゃん。これ一緒にセキュリティ突破しないとパソコンの中が出れないよ。えー、勘弁してよ。ここはエリトラあるからさ、好きなだけ取っていいよ。はい、もう自由に全然、もう気にせんで。何なんだよお前は。ムカつくな。よし、行こう、行くぞ、あおいちゃん。はい、よし、じゃあ行きます。とっ、てやっ、たったったった、やばいやばいやばい。あー、もう。さあ、難しいな。ちょっとセキュリティ強きすぎたかもしれない。本当だよ。ヒューン。おお、うまい、あおいちゃん。いいよ。あ、よかった、よし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 。こっちこっちこっち。こっちだよ。お、なんかすごいすごい、引っかかってた、めっちゃ。くそー。あおいちゃん、意外とあれだな、下手くそだな。ほら、クリアしちゃうよ、一人で。よし、オッケー。行くぞ、あれ下しかないからね。はい、行くぞ、ピューン。よーし、オッケー。やばい、死ぬ死ぬ、ダメージで死ぬ。やばい、オッケー。はい、あおいちゃん、よっしゃー、ナイスナイス。あ、これだよ、うんこ。いやー、もうこんなとこに隠すなよ、めんどくせーなー。いや、でも早かった、すごい、ナイスナイス、やるやん。早く監修して戻らないと。分かった分かった、よっしゃー、4つ目、オッケー。あと何個だっけ。ね、あと一つ、あと一つは、プールに隠した。ねえ、プールでもうぐじゅぐじゅになってるって。え、大丈夫、ちゃんとね、ラッピングしてるから。ラッピングすんな、うんこ。よし、じゃあ、戻ろう。行こう、パソコンの中一旦出よう。オッケー。ふぅ、よし、戻ってこれた。行こう、あおいちゃん、行くぞ。ね、危ないって、しんちゃん。あー、ごめん、はい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 。プール行こう、プール。次、プールだよ。バイバイ、先生。おぉ、わぁ、今、殺人が起きた気がしたんだけど。おー、やばい、どうしよう、うんこ探してただけなのに罪を重ねてしまった。おい、お前何刺してんだよ。ごめん、包丁も刺しちゃった、ついでに。とりあえず邪魔もら消したってことね。うん、オッケーオッケー、古いことです。え、こっちこっち、とりあえず、あー、降りる。おい、生きてた、君たち、私さっき殺されたんだけど。いやいやいや、お待ちなさい、君たち、気のせい、気のせい、どこへ行くんだ。先生先生先生、君何をつけてるんだ。いいものいいものあげます、いいものあげます。なんだこれ、これこれすごいっすよ、これ最新式、最新式、最新のファイヤーボルト、ファイヤーボルトって言うんですよ、それファイヤーボルト、ファイヤーボルト。私はね、そういうのに興味があるんだよ。向こうに向かって、向こうに向かって、ジャンプしてくる、すごいっすよこれ。おー、すごいなこれ、すごいなこれ。あの子じゃバカだわ。オッケー、大丈夫大丈夫、あいちゃん、あいちゃん、こっちこっちこっち、どっかに飛んで、飛んでった。よし、ここがプールセキュリティ。どこにあんの、うんこ。この中のどれか。お前、ふざけんなよ。あ、待て待て待て、じゃ協力しよう。あの校長先生戻ってくるから。ねえ、最悪だよ、しんちゃん。いい眺めの中、戻ってきた、戻ってきた、やばいやばいやばい、ちょっと急いで、発見しよう。あれ、あの子、人がいるな、ここに。よいしょ、降りてみよう。よいしょ。まずい、葵ちゃん、校長来て、急いで探して。君たち、こんなとこにいたのか。やばい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 、まずいまずいまずい、早く探してよ。やばい、どれ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 、誰か分かってたの、このチェストは。いや、覚えてないんだよ、こんだけあると。やばいやばいやばい、校長来てる、葵ちゃん。しーちゃん、あった、しーちゃん、あった、君たち、よし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 、私は、よいしょ、君すばしっこいんだから、ほら、まずいまずい、よいしょ、あった、これ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 、あ、ナイスナイスナイス、よし、やばい、しーちゃん来た、しーちゃん来た。
あれ、やばいやばい、君たちもうプールはいいのかい？やっぱね、コールドシャワーとか流行ってるからね、今ね、男になるために。言ってた、あいつ、あの工場倒すしかない、もうね、しんちゃん、食べ物の部屋を欲しい。あげるあげる、はい、パンパンパン、おいちゃん、パンパンと、こあいつやって、あいつやっちゃって、あいつ、あ、料理もするのかい、君たち、やっぱり。やっぱ調理室に行かないとね。うんこ、うんこ、あの子、うん、うん、来たな、おらー、来た、やっちゃって、やっちゃって、待ちなさい、君、よしよしよし、ナイス、葵ちゃん、しんちゃん早く戻んないと。やった、うんこ手に入れた。あー